そういうところでまあ削減をするみたいなことを言う、まあでも基本的には労使協調で性的な主張は控えていきたいっていうことは、性的主張はメディアの本体でやらないんで我々はやらないってことになると、だったら望月さんみたいなものああいうところで頑張ったものを応援してたのは何だったんだっていう話に僕はなりかねないと思うんですけどね。あの立岩陽一郎さんでもともと NHK にいた方が最近日刊現代でコラムを書かれていて、でそこであのその立岩さんが言ってたのが、高木さんの今回の発言で NHK の労組である、ね、日報労っていうのがあるんですけど、これをまあ思い出したと、でこれはまさに労使協調の代表格なんだと。で先ほどのあれで言うとミックの団体と別にこの日報労とか NHK 労組っていうのはメディア労連っていういわゆる連合系の、まあ、ところに所属している団体に、まあ、NHK は入ったんですけど、ここまさに労組協調路線なんですね。でここで、立岩さんが執行委員だった時に NHK と政治との癒着が問題になったと、でここでそれらを問うシンポジウムを企画したんだけど、日報論に主催を、お願いしたけどこれはっきり断られたと、NHK の報道姿勢よりも職員の待遇が大事だということなのでしょうと、これ15年前のことが、ことだったけれど、それが今のやはり NHK のこの報道の問題につながっていると、で NHK の職員の待遇というのはこの間ずっと守られてきたけど、しかし結果として内部に正論をねきちんと伝える組織がなくなってしまって、NHK は牙を抜かれた報道機関になってしまったと。で秘密保護法も安保法制も日報労は声を上げずに NHK は政府の発表を報じ続けたと。でこれが報道機関の労使協調の姿なんだと。なんだと。だから民放労連も日報労のような方向に舵を切るんですか、ということをね、高木さんの発言を受けて、まあ、疑問を呈してらっしゃるんですね。まあ、その辺が確かに今一番心配なところですよね。その組合員を守る、組合員の待遇を改善するのはいいんだけど、そこのことを強調して、その、いや、政治的なことはやらない、思想的なことはやらないって言ってると、メディアの労組が、メディアっていうものから、だんだんこう、目をつぶっていくっていうね、そういう方向に行く恐れが、だから僕は今回のテレ朝の、脱退とこの TBS の高木さんっていう委員長が出てきたっていうことは大きな分水嶺じゃないかという感じがするんですけどもね、どうでしょうか。おっしゃる通りだと思います、であとあのテレ朝労組にあの取材した時に感じたことなんですけども、報道あのステーションなんかもその前に比べてその政権批判をすることがだいぶ減った、トーンダウンしたっていうことは、その、まあ、SNS だとか、そういった、あの、視聴者側の意見として、やっぱりあるんですよね。現実問題として。で、やっぱり、県庁さんの話、検討者の県庁さんの話なんかも出てきたわけなんですけども、そういった、あの、安倍さんの応援団的な人が、その、まあ、あの非常にねその番組 の審議する立場に、入ってるっていうことに対して、やっぱりあのテレ朝労組として何も言わなくていいんですかっていうようなことは私聞いたんですよ。そしたらそういう申し入れはしてないって言っちゃってるわけで、まあだからもう押して知るべしというか、そのもちろん労働組合としてね、労働組合としてその社員のその雇用だとか待遇を改善するっていうのはそれはあの非常に重要なことなわけですけども、やっぱりメディア人としてそのメディア人が報道の自由に基づいて報道を行うことがちゃんとできるっていうことは、それはそのお金のいや雇用のことと同じぐらいか、あるいはもっと大切なことじゃないですか。そういうことに労働組合が戦わなくてどうするのだって、あのそこはちょっと私は疑問に思いました。